回二重の施術を受けるにあたってどのようなことをコンプレックスに感じていましたか？目の左右差がちょっと気になっていて、右目がちょっと奥舞台っぽいのでこっちに合わせてほしいなって思ってちょっと受けてみようと思いました。二重の施術を受けるにあたって後押ししたのは何ですか？友達が埋骨をしていて、その子がすごく綺麗になっていたので、それを見て自分も可愛くなりたいなと思ってやってみようと思いました。なぜ強力で受けようと思ったのですか？先生の口コミが良かったのと、技術力もいいなって思ったのと、あとホームページも参加していたので受けようと思いました。どんな風に変わることを期待していますか？チリと可愛いお目に変わるといいなと思いました。まだ晴れとかもあると思うんですけど、はい、自分の顔見て今どうですか？すごいこっちも左右いい感じにしていただいたので、とても満足な仕上がりです。受注の痛みなどはありましたか？注射の時にチクッとするぐらいで、それ以降は全然なかったので。我慢できるぐらいの痛みです。そうですね、はい。受注も先生の声かけなどはいかがでしたか？とても丁寧で良かったです。はい、安心しました。安心しました、はい。これから手術を受けようと思う方にメッセージをください。私自身、二重整形にちょっと痛いのと怖いっていうイメージだったんですけど、実際やってみて、あっという間に終わったので、みんな勇気を振り絞ってやってみてください。当日です。腫れは思ったよりひどくないです。ちょっと赤くなっておりますが、理想の二重幅です。こんな感じです。埋没3日目です。腫れもちょっと引いて、止めてるところのこの赤みも少し引いてきました。いい感じです。手術して1週間経ちました。腫れも引いて結構すっきりしてます。止めたところの赤い点も目立たなくなってきてます。ちょっと茶色くなってますね。こんな感じです。埋没10日目です。むくみはすっきりし、ラインがほぼ完成したように思います。閉じた時です。こんな感じです。
埋没して2週間経ちました。本当に痛みもなく腫れもなく、本当に本当にやってよかったです。共立美容外科さんの埋没はおすすめです。毎日メイクも楽しいです。お目元アップでいきます。こんな感じです。綺麗な仕上がりになったので、実物を見て本当に良かったです。